皆さんおはようございます。自然と共にある暮らし、ライブウィズネイチャーの水野さとみです。先月末より新しい取り組みといたしまして、曜日ごとにテーマを決め、水曜日と土曜日以外の毎朝このように動画をアップすることとなりました。皆様の朝の準備時間や通勤通学時のお供にほっと和めるような憩いの番組となれば幸いです。さて、今日は木曜日。木曜日のテーマは自然界の豆知識となります。今日ここにですね、大根を準備しました。冬大根は医師が勧める冬野菜ナンバーワンとも言われています。今日はこの冬大根の豆知識を皆様にご紹介していきます。なぜ冬大根は甘くて美味しくなるのかをまずはじめにご説明いたします。冬というのは気温がぐっと寒くなってきますよね。野菜たちもその寒さから身を守るために糖分が増すそうです。また春とか夏に比べて害虫がもう極端に減りますよね。減るというかほとんどいなくなるのがこの時期なので、春夏は害虫から身を守るためにその辛味成分が増すそうなんですけども、冬はその害虫から身を守る必要がないということで、辛味が抑えられて甘さが増すということになっています。そんな冬大根なんですけども、本当に様々な効能がありまして、今日の大根には葉っぱがちょっとないんですけども、葉っぱは煎じることによって虫下しの効能があったり、インフルエンザや風邪などの予防効果、消化不良、消化不良による胸焼けをこう抑えるといったさまざまな効能があるんですね。ですが、そんな大根ですが、生で食した時と火を通して食べた時で健康効果が変わってくるというのは皆様ご存知でしょうか。ではまず生で食する場合の健康効果についてお話をしていきます。生の大根にはですね、辛味成分であるイソチオシアネートという成分が豊富に含まれております。これは血液をサラサラにする作用ですとか、がん細胞を含めたインフルエンザですとか様々な菌、風邪などの菌を除去してくれる解毒作用が強いです。また生の状態の方がアレルギー、消化不良の予防改善になる成分、ジアスターゼやグルコシノレートが効果的に取れます。このような強い抗菌作用は加熱をしてしまうと弱くなってしまうんですね。では加熱した後はどのような健康効果が期待できるのか、今からご説明していきます。生の状態で多く含まれている辛味成分イソチオシアネートは低下するのですが、逆にですね、抗酸化作用が高まり、さらに食物繊維も加熱後の方が多く含まれるようになりますので、腸内を整えデトックス力が増します。さらに大根というのは切り干し大根という干した大根が有名ですけども、この干すことによってさらに健康効果が高まるんですね。切り干し大根として干すことによって干している過程で水分が蒸発していきます。その過程でカリウム、カルシウム、マグネシウム、鉄分、亜鉛などのミネラル分が増します。これらは冷え性やうつ病の予防ですとか改善に効果が期待できるそうです。このように同じ冬大根でも生で食すか干すか、また加熱するかによって私たちへの健康効果が変わってくるので、ぜひ皆さんや皆さんと一緒にお住まいのご家族の症状、お悩みに合わせて効果的に冬大根を取り入れていただきたいと思います。いかがでしたでしょうか。ぜひご感想や日曜日に、皆様からのコメントのご質問にお答えする回を用意しているのですが、それらに対するご質問などどしどしコメント欄に記載していただきますと大変嬉しいです。明日火曜日の、明日
金曜日のテーマはゆるい日常の話となります。曜日ごとのテーマは概要欄に記載をしておりますので、ぜひチェックをしてみてください。今日私はですね、ちょっと来年初めぐらいに新しい取り組みをスタートさせる予定でして、それの準備ですとか、あとはお家のお掃除をする日となります。本日の主役となりましたこちらの冬大根ですが、私が毎隔週土曜日に発送しております能登の旬おまかせ野菜セット定期便に、今の時期は毎月お入れしております。大根は先ほどちらっと触れましたけども、葉付きのままお届けすることがほとんどなんですが、葉っぱの部分もですね、そういった虫食らしの効果ですとか、葉っぱの部分も常備菜にして、新鮮なうちに常備菜にして召し上がりいただくこともできる、もう本当に野菜の一部になりますので、ぜひね、葉っぱも皆さんついている大根ありましたら活用してみてください。今の時期ね、コロナが流行っていますけども、コロナにはそのイベルメクチンという駆虫薬が効果的だなんて最初の頃から言われていましたが、この大根の葉っぱを煎じることで天然のこのイベルメクチン的な役割、虫食らし的な役割を果たしてくれるということで、私は個人的にコロナにもすごくこの大根の葉っぱというのは良いのではないかなというふうに感じています。ぜひお試しください。能登の旬おまかせ野菜セット定期便の詳細も概要欄に記載をしておきますので、ぜひ月に一度の食べるサプリメントとして、自然栽培、無農薬、無化学肥料、動物性栽培使用のファイトキュメルカルな豊富なお野菜を皆様やご家族の心身の健康のためにお取りいただきたいです。それでは本日も最後まで動画をご視聴してくださりましてありがとうございました。今日という一日も皆様にとって最善で素晴らしいものになりますようお祈りしております。ではまた明日お会いしましょう。